スパルタクスは、共和制ローマ期の検討士で、スパルタクスの反乱と称される、第三次奴隷戦争の指導者。紀元前73年に、仲間の検討士と共に、南イタリアのカプアの検討士養成所を脱走して、ベスビウス山に立てこもり、討伐隊を撃退した。近隣の奴隷たちが反乱に加わって、数万から十数万人の群衆に膨れ上がり、紀元前72年には、 失政官の率いるローマ軍団を数度にわたって打ち破ってイタリア半島を接見した。紀元前71年になるとクラッススの率いる軍団によってイタリア半島南端部に封じ込められ、クラッススとの決戦に敗れた奴隷反乱軍は全滅し、スパルタクスも戦死した。近現代になると再評価され、カール・マルクスは古代クロレタリアートの真の代表者と評した。 剣討士も三章1世紀の歴史家プルタルコスは、スパルタクスの羊をトラキアの遊牧種族とし、勇気と力があるだけでなく、知恵があり温和な性格で、出身民族よりもギリシャ人に似ていたと伝えている。2世紀の歴史家アッピアヌスは、トラキアに生まれ、ローマ軍の兵士となるが捕虜となり、剣討士に売られたと記し、同じ2世紀のフロルスはやや詳細に、トラキア人傭兵から兵士となり、 逃亡して盗賊になり、そしてその強さから剣闘士となったと述べている。プルタルコスは、スパルタクスの出身を、ツーマイジキュージーナスと記しており、従来は遊牧種族の意味と捉えられており、碑文や出土品に、スパルティコ、スパルトコスといった似た名前の人物がいる。ロドピサンドクの別種族とする説が有力だったが、ドイツの歴史学者ツイグラーが、 当時のトラキアには遊牧民は存在せず、これはトラキアの部族名のマイド遺族の意味であると主張して有力になった。一方で、これを資料の改ざんとして批判する意見も出されており、歴史学者トドロフはローマの兵士となったとのアッピアヌスの記述をもとに当時、ローマに頑強に抵抗していたメディ族出身はありえず、同盟関係にあったオデュルサイ族出身説を提起した。 19世紀のドイツの歴史家モムゼンは、ボスポラス王国のスパルト期代家にスパルタクスと類似した名前が存在することから王族の子孫であるとする説を唱え、ツイグラーもその資質から指導者階級の出で、騎士的伝統を身につけていたと推測した。この説に対しては、ローマを苦しめた指導者が非戦な出身であって欲しくないという心情から出たもので、 名前が似ているだけで論証が何もないとの批判を受けている。重曹当時とトラキア当時の試合、ギリシアの陶器、別種族出自説を取る研究者は、ミトリダテス戦争において、ポント奏国側の傭兵として参戦し、この過程でローマ側の捕虜となって、補助兵として使えたが逃亡したとしている。オデュルサイ族出自説の場合はこの部族がローマとの同盟関係にあったことから、 補助兵となったことは、容易に説明がつき、その後に何らかの理由で逃亡し盗賊になったことになる。メディ族出自説の場合は、メディ族も、ミトリダテス側だったので、スパルタクスもポント総国側の傭兵となって戦い、その後の講和の成立によって、ローマ軍の補助兵となったが逃亡して、反ローマ闘争を続け、敗れて捕虜になり、検討士に売られたことになる。 ローマの奴隷となったスパルタクスは、南イタリアのカンパニア地方のカプアにあるレントゥルス、バティアトゥスナル、工業士が所有する、検討士養成所に属した。トラキア出身のスパルタクスはいくつかある検討士の、種類のうちのトラキア投資と呼ばれる、スタイルの検討士だったと推測されるが、彼の検討士としての戦歴について、古典資料は何も語っていない。スパルタクスの青年についても不明だが、 研究者たちは、その指導力や行動から反乱を起こした時には35歳から40歳程度であったと推測している。一方で、当時の検討士は20代前半がほとんどで30代になるまでに、勃犬排除者となって引退するか闘技場で、死んでいるので、スパルタクスも20代の青年であったとする見方もある。プルタルコスは、スパルタクスと同族の女予言者の話を伝えており、 ディオニューソスの悲劇によって、霊感を受けた彼女はスパルタクスが偉大な、恐るべき勢力となるが、やがては、不幸な結末を迎えると予言したという。この女予言者は放棄開始の際にスパルタクスと同じ、建物にいて、共に検討し要請書を脱走したと記述されており、現代の研究者の中にはこの女性は実在し、スパルタクスの妻であったと主張する者もいる。詳細は、 第3次奴隷戦争を参照ポンペイ遺跡から見たベスビウス・サンバティアトゥス養成所にはガリア人とトラケア人の検討士が多く所属していたが工業士は横島な考えを持って彼らを一つどころに押し込めていた紀元前73年約200人の検討士たちが脱走を計画したが密告によって露見してしまいこのうちのおよそ70人が養成所を脱走し武器を奪って武装化して ベスビウスさんに立てこもった。剣刀したちは、ガリア人のクリクススと、オエノマウスそして、スパルタクスを彼らの指導者に選んだ。古代の歴史家アッピアヌスはスパルタクスが指導者であり、他の二人はその部下であるとしているが、リヴィウスやオロシウスは三人は同等の指導者であった、ことを示唆している。近隣の奴隷も、スパルタクスらの反乱軍に加わり、その規模は拡大していった。 マルクスリキニウスクラッシスス元老院は、法務官のグラベルついで、ウアリニウスを討伐に派遣するが、スパルタクスはこれを相次いで撃退した。数万人に膨れ上がった、反乱軍は、南イタリアのいくつかの都市を略奪、占領して、冬を越し、紀元前72年に北上を開始した。プルタルコスは、アルプスを越えて、奴隷たちを故郷へ返すことが、 反乱軍の目的であったとし、一方、アッピアヌスやフロルスは、ローマ進軍が彼らの目的であったとしている。アッピアヌスは、反乱軍の軍旗が厳正であったことを伝えており、スパルタクスは略奪品を平等に分配し、金銀の個人的な所有を禁じていた。また、サルスティウスによれば、スパルタクスは、無用な暴行と略奪といった逸脱行為を禁じたという。 この年の二人の執政官レントルスとゲッリウスが率いる正規のローマ軍団が差し向けられ、クリクスの率いる別動隊3万人が殲滅されたが、スパルタクスはこれら二人の率いるローマ軍団を撃破した。スパルタクスは戦死したクリクスの霊を弔うために、ローマ兵の捕虜300人に検討し試合をさせ、犠牲に捧げた。スパルタクスの率いる反乱軍は北、イタリアに到達したが、 何らかの理由によって、彼らはアルプス越えを行わず、軍を反転させて再び南イタリアへと向かった。元老院は、レントルスとゲッリウスから軍権を剥奪して、新たに法務官に選出されたクラッススに、反乱鎮圧を委ねた。紀元前71年、スパルタクスの反乱軍は一度は、クラッススの軍団を撃破したが、やがて、 イタリア半島最南端のカラブリア地方の都市、レギウムにまで追い込まれてしまう。過去2度の奴隷戦争の物体となったシキリアへの奴隷反乱の拡大を機きとして、兵の派遣をもくろみ、キリキア海賊に渡りをつけて、シキリアへの渡航契約が成立したものの、海賊はスパルタクスから、贈り物だけをせしめて、約束の日に姿を現すことはなかった。クラッススは包囲網を狭めており、 陸橋にまたがる頂上を建設して、反乱軍の補給を断ち、奴隷たちは上に苦しめられた。元老院がヒスパニアから帰還したポンペイウスの軍団を反乱鎮圧に差し向けることを決定すると、スパルタクスは頂上を強行突破して脱出を図った。ガンニクスとカストゥスの別動隊がクラススの軍団に補足殲滅されたが、スパルタクスは 兵の向きを変えて追撃してきたローマ軍の騎兵集団を撃破する。だが、この勝利によって、さらに、スパルタクスの故郷のトラキアでの反ローマ闘争が鎮圧され、マケドニアからルクルスの軍団がブルンディシウムに到着したと知ったスパルタクスは、あらゆることに絶望し、クラススの軍団との決戦を決めた。スパルタクスの最後のいずれかの場所と推定され、オロシウスのスパルタクス軍は、 シラルス側の水源に陣営を張ったとの記述によって、シラルス側の戦いと呼ばれている。プルタルコスの伝えるところによれば、スパルタクスは、決戦を前に、自らの馬を引き出させて切り捨て、勝てば、馬はいくらでも手に入る。負ければ、もう必要ないと言い放って、不評として、戦いに加わったという。スパルタクスはクラッスをめがけて押し進んだがかなわず、小隊長二人を殺し、 仲間たちが逃げ惑う中も戦場に踏みとどまり、多くのローマ兵に取り囲まれて、ついに倒れた。アッピアヌスは、敵に包囲され、槍で疲れて、腿に傷を負いひざまずきながらも盾を前に掲げて、戦い続けたと伝えており、この戦場描写は、ポンペイ遺跡から発掘された、この戦いを描いた壁画とも一致している。フロルスは、スパルタクスは将軍になったかのように勇敢に前線で、 戦ったと述べている。スパルダクスの死体は発見できなかった。リウィウスによればこの戦いで、反乱軍側は6万人が殺されたという。クラッススは、捕虜6000人をローマからカプアに至るアッピア、街道沿いに十字架に貼り付けにした。第三次奴隷戦争の地に厚後、古代ローマ時代に二度と大規模な奴隷による反乱が起こることはなかった。ショープリニュースは、 ローマ社会の大敗を嘆く文章の中で、スパルタクスが、軍中の近隣の私有を禁じた話を想起して、逃亡奴隷にして、その心情の偉大さに顔色なからしむると述べた。フロンティヌスは著作の、戦術論でスパルタクスを急暴と困難に耐える人物で、その戦術は、彼の知るすべての将軍に勝ると評価している。スパルタクスは古代ローマ人からは、 ローマの敵とをみなされために悪名が語り継がれ、中世には忘却されたが、18世紀の啓蒙主義時代以降に再評価され、とりわけ、カール・マルクスをはじめとする社会主義者、共産主義者から高く評価されるようになり、抑圧からの解放を求める労働者階級の偶像となった。スパルタクスの歴史的評価の詳細に関しては、第三次奴隷戦争評価を参照のこと。 小説バレエ映画バレエ映画、テレビドラマ2010年のテレビドラマの前日誕、スパルタカス役のアンディホイットフィールドは、最終回に声のみ出演し、2011年9月に死去。2010年のテレビドラマシリーズの続編、2010年、2012年のテレビドラマシリーズの続編、音楽ミュージカル、ありがとうございます。